中田商会の車両宮代町長内、循環バス専用車中田商会株式会社は、埼玉県沿っ市に本社を置くバス事業者である。中田観光バスの名称で、貸し切りバス、特定バスのほか一般路線バスとコミュニティバスの運行もしている。なお、滋賀県高島市牧野町にも、中田観光バスの名称で、貸し切りバスを運行する、株式会社、中田運という企業があるが、 関係はない。創業者の中田広造は、西武バスに8年間勤務し、地域活性化に貢献したいという思いから、バス事業者の営業免許を取得、1984年3月24日に会社を設立した。貸切バス、乗り合いバス、特定バス事業のほか自動車整備業、自動車販売、カーリース業、車両運行管理請負い業、 損害保険代理店などを営む。また、佐手市に旅行代理店、たびランドを出店し、JTB 総合提携店となっている。一般路線バスは、佐手市に隣接する久喜市に所在する JR 東和朱宮駅を発着する路線を運行している。かつては東武日光線佐手駅へも乗り入れていた。コミュニティバスは、宮城町から委託を受け、 宮城町町内循環バスを運行する。路線バスの運行エリアは埼玉県沙っ市、久喜市、南埼玉郡宮城町。貸切バス営業所は沙っ市の本社と沙っ市に隣接する茨城県佐島郡に置いている。現行路線は均一運賃で前払い。未就学時は運賃無料。障害者割引運賃は各種障害者手帳の提示により本人と 月添い車に適用される。2019年10月1日、消費税増税に伴い、一般路線バスの運賃を改定した。回数乗車券は、札幌市内の店舗、酒の台ス、ドックランズウェルで販売している。定期券は発売していない。小人運賃が小学生から高校生まで適用されるのが特徴。コミュニティセンター線とは、運賃体系が異なる。 コミュニティバスの運賃、乗車券類については、宮代町長内循環バスの記事を参照。運休中の、佐手和志宮駅東口路線では、初乗り100円から最高250円までの、宅間運賃制であった。公共交通機関がなかった佐手市北部の港、日光地区と JR 東和志宮駅を結ぶ路線バスを運行している。東和志宮 コミュニティセンター路線等路線は、2021年9月30日を、もって、休止となる予定。ありよ、わし路線、宮城町町内、循環バス、さて、和し駅東口路線、東、和し駅東口から、査定駅を経由し、査定市内西部を、大回りして、査定駅を経由し、中田観光バス車庫へ至る路線。2011年11月30日をもって運休。 境省マイナス三街区団地中央六街区では、日本住宅公団の大規模団地、札幌団地を巡回する。なお、札幌団地には、朝日自動車区営業所の路線も乗り入れている。かつては、札幌市内循環バスも乗り入れていた。朝6時30分から9時までの東は市宮駅、東口発、夜18時から21時までの、 中田観光バス車庫発は、シャトル便として、東五丁目経由で、短縮運行していた。東は清宮駅東口サっ商業入口間、保育所入口、中田観光バス車庫間は、共通区間。シャトル便は、サって団地方面を経由しない。以下は、路線運休時の経路、全停留所を記載。なお、本線という故障は便宜上記載したもので、路線図には記載されていない。 車両の標準塗装はピンク色で、中田観光バスのイニシャル NKB のロゴが描かれている。などが在籍する。ありがとうございます。